島根県でございます。島根県の溝口善平知事にお願いしたいと思います。知事どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。島根県知事の溝口でございます。このように多くの皆様にシンポジウムにおいでいただきまして誠にありがとうございます。またこのシンポジウムを主催をされました この宮崎県知事そして明治大学の関係の皆様に厚く御礼を申し上げる次第でございます。今表題にございますように神々の国島根、矢をよろずの神々が集う縁結びの地ということで古事記とこの島根の関係を中心にお話したいと思います。これは全国各地に古事記に関係するところがあるわけでございますが島根県は青いブルーの薄いブルーのところが島根でございます。ちょうど矢印を指したところに大体出雲大社があるわけでございます。その空白になっているところは宍道湖でございます。そのそばに松江がございます。次お願いします。古事記の世界いつも読んでもなかなかこのとっつきにくいんですが私のこの読み方はですね古事記の世界は一番上にありますように高間ヶ原、天上界があると、そして下の方に黄泉の国があると、この地上その間にこの地上界がある。で地上界は芦原の中津国、これは私流の解釈なんですが高いところに、天上界がありですね、地下の世界にと言っていいんでしょうか黄泉の国がありその間に、中津国、我々が住んでいるところがあると。芦原は、よくやりますのはこの葦ですけども、稲とか、そういう地上の作物があるところだとこういうことでございます。で島根との関係は天上界から三王の御事が乱暴するので地上界に追放される追放されて、来られたところが島根県とこういうことでございます。次お願いします。島根県の中たくさんこの古事記に関連する場所がございます。この点は後ほど個々にご説明します。次お願いします。そこで古事記は上中下ある